わぁ、なんかに乗っ取られてる。戦士がいる。かなり着飾った奴らおるぞ。しかもこの旗、カラミタスの旗や。大丈夫か、囲まれてるぞ。やばいぞ、これ。とんでもないことになってる。結構な人数だぞ。え、ちょん。なんだこれ、鼻水。鼻水なんとかエッセンス。どうしたらいいこれ。来たよ、ほら。近づいてごらん。僕らが知ってる、名もなき町じゃない。ほら、またぐるぐるやで。ぐるぐるなってるね。マーライオンも帰ってきてないし。夜遊び一人で、ライオン。一夜明けたら、あの中からライオンがスーって降りてくんのかな。でも見てる場合じゃないね、今日は。うん、踊り子を捕まえに行かなあかんねん。どうする？どっちがおかっぱ連れてく？どっちがモヒカン連れてく？おかっぱ。おかっぱか、モヒカンがいるんやけど。じゃあ私モヒカンで。やっぱりそうやんな。ちょっとね、おかっぱの方がガタいいんだよ。あ、ほんまやな。じゃあ私おかっぱ。おかっぱ人気すごいな。ちょ、おかっぱの髪燃やしてるで。おかっぱの髪も。おかっぱ人気。さ、セペルに行こう。いよいよセペルに行くのか。踊り子だけが欲しいねんけど、他の奴らも来るからな。なにこれ？あ、はいはい。それ見たことあるよ。何これ、イソギンチャク。なんか、追加された獣というか、オブジェというか。え、じゃあ、イソギンチャク前にいるし。え、どこ？イソギンチャクって。あったあった、イソギンチャク。ここさ、あれじゃないの？何？名もなき町。この赤土みたいな、このほら、砂漠のところ。おう。こうって。全然、把握してないじゃん。この中が、ちょっと、名もなき町なの。ほら、見える巨像が。あ、やば。あれやばくない？あんなのなかったぞ。名もなき町が変えられている。いや、魔改造されてるぞこれ。名もなき町が名もなき町じゃなくなってるぞ。セペルもいろいろ変わってたりして。ほんとやな、セペルも全然違うかも。地形も違うことない？ほら、あれ明らかにさ、誰かが建てたであろうお城みたいなの建てない？おかしいぞ、ここはプレイヤーさんいないはずだ。なんだなんだこれ。かなり装飾されたセペルが見えてきたぞ。うわぁ、なんかに乗っ取られてる。戦士がいる。かなり着飾った奴らおるぞ。しかもこの旗、カラミタスの旗や。ここはセペルではない、もはや。カラミタスに乗っ取られたのだ。これなんだ？この戦士たちが入れさせてもらえないってこと？なんかそんな感じだね。話したらストーリーが始まるの？めっちゃいるよ、中に。話してみる？すごい入ってた。叩きに行ったし。もう叩きに行ったで。え、もしやうちのおかっぱも？本当だ。やっちゃう。やっちゃおう。いや、ダメだ。やかん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 。めっちゃやばい。逃げよう。逃げよう。めちゃめちゃ強い。だって相手は剣だよ。早く。あー、危なかった。サイの角岩まで来たよ。あ、あれ？あっちがセペルちゃうの？こっちは何なん？こっちだから徐々に乗っ取られてるの。じゃあ、あっちがセペルやったらあっちに行こうよ。あ、来た、セペル。やっぱりな、あれセペルじゃなかったやな。ほら、ここ、こっちやって。こっち。あ、裏口から？そう、ここにさ、はい、いたやろ。おい、もう殴ってんだけど、戦士さんを。じゃあもう、戦士さん。叩こうか。とりあえず、こいつを。叩こう。叩いて。協力して。で、ここに苦難のは置いて、もう、こいつも仲間にして持ってこう。マジか。いいよ。よし、食べたぞ。じゃあ入れるわ。うん。屈辱だろうな、私たちに捕まるなんて。よし、じゃあ出すよ。うん。戦士さん。おー。あれこれさ、フィギュア人の戦士レベル0で、体力3428あんねん。え、強すぎやしねえか。僕のブルート1300しかないねん、体力。え、そんなの私のおかっぱなんて1500しかないね。あの、こいつのコンボこっちに持たせて、こっち連れてった方がよくない？じゃあ、お前はちょっとここで回ってみてな。あの、ほら、お宝箱いっぱいあっただろう。コアがあれば。そうやな。そしたらまたこいつを連れてこうよ。うん。ジーンク。ほらほら、いつも漁ってた宝箱に来て。オッケー。でもこれ、あっち深くかも。あれ、誰だ？もう殴りかかってる。ちょっとまた！ちょっとやばいで。なんでこんな敵むき出しなんだ、おかっぱは。踊り子は？とりあえず、帰る。もう何でもかんでも叩いてみる？うん、でもちょっと囲まれすぎた。あ、踊りている3、演者が。あ、誰か一人倒れてるね。やる？新刊？もうとりあえずみんな倒そう。新刊だな。大丈夫か？囲まれてるぞ。やばいぞ、これ。とんでもないことになってる。結構な人数だぞ。やばい。新刊が。とりあえず逃げよう。やばい。死ぬ。やばい、死ぬ。踊り手、いいよ。演者。身軽な演者がいる。いやいや、めっちゃいるやん。なお！青エキス飲んでんのに邪魔すんじゃねえ。一回立て直そう。こいつに倒してもらおう。倒して倒して。ほら、倒してって。こっちに来るのやめて。ブルートが演者と1対1。演者と戦ってんの？うん、ちょっと私も行ってくるわ。ブルート来たぞ。演者を倒すんだ。僕はこっちで。
頑張ってるわ。忍者強いじゃん。よし、倒した。眠らしたね。戦士に、こっちも入れるわ。ブルード、止めやがった。どっか行った。ブルード、どっか行った。何しとんねん、あいつ。オッケー。踊り子が。ゲット？ゲットできましたよ。こっち戦士にゲットしたし、出すわ。で、こっちにも、ここにもほら、まだ倒れてんねん。さっき入れるよ、踊り子。オッケー。はい、もうすでに踊ってます。おーし。で、こっち入れるわ。うん。こっちにもなんか新刊が倒れてたけど。じゃあ新刊も連れて帰ろう。めっちゃ捕まえたな。どう？誰か入ってる？入ってないの？うん、入ってない。新刊まで。新刊まで。じゃあ新刊はブルートに持たせようか。うん。じゃあ今日の目標全部捕まえられたんじゃない？うん、鮮やかにね。鮮やかやったから。連れて行こうか。じゃあ踊り子も連れてくで。うん。プライドさんに見放されたらこのブルート連れて帰るわ。僕は何人連れてる？4人。そっちは？2人。よし、じゃあ帰ろうか。あ、そうそう、新刊出さないでブルートにぶっ込んであるから。じゃあ行こうか。新刊はね、やっぱり歩かしたらダメなんで。新刊なんで。歩かせ、歩かせ。あのぐるぐるが目印になってる。あ、そうだね。あの近くだからね。こう、結構楽しい場所に住んでるね。久しぶりのセペルだったね。ワクワクしたな。入り口だけやけど。いや、あそこよくほら、一番最初住んでたからさ。そうやな。懐かしかったわ。じゃあさ、もうみんなの服作っちゃおうぜ。帰ってきたで。帰ってきた。まあ、ここが本拠点じゃないんだけど、とりあえずあの、アサシンのさ、装備が作れる土台作っちゃおうぜ、頑張って。そうしよう。よし、じゃあ、手持ちだよね。何で作れるかまず見てみよう。フィッシングスタンド。あ、これ釣りだ、ね。これだ。ウッドワーキングベンチだ。ああ、成形木材が2個いる。じゃあ、大工作業台作らない。大工作業台置いたよ。お、ありがとう。大工いたよね。大工職人。あ、いたいた。これで成形木材作ってもらおう。作れるよ、ワークベンチ。あ、特殊でもないよ。え？そうだよ、見た目。いや、でも作れるものが違うだろ？うん、だね。おぉ！何が作れる？なんか、もっと独特なやつが作れる。それ、だから秘密結社の独自のやつだよ。こんなとこに置いちゃった。あ、家具だね、これはでも。秘密結社の隠れ家が作れるよ。じゃあ、もう一個作るね。うん。これ。成形木材あるから。これなんだろう。魔法とかが作れるんちゃう？魔法っぽい。おしゃれ。おしゃれですね。ちょっと斜めに置いちゃったりして。え？なんだこれ。鼻水。鼻水？なんとかエッセンス。あ、まだそんなもんなんや。でもすごい、なんか材料が複雑。面白いな、特殊な作業台。うん。何が作れるの？どれだ？鎧作業台みたいなやつな。アイロンなんとか、これだな、多分。レンガ焼かないとか。まあ、どうした？作ったけど、これ武器だ。武器だ。ほら、ほら、私たちが奪われたやつ。やったー。なんだけど、これかな？ソーイングステーション、これだ。これが多分、鎧作業台だよ。アサシンの鎧が作れる？あの服がまた、戻ってくるかな。見て見て、ほら。やったー。結構いるじゃん。爪物軽装と絹がいるよ。絹か。絹ということはあれだね。雲だね。こんないいものをくれてたのに。セペルの宝箱に絹あるんじゃないか。そうやな。まだまだこれを着れる日は遠いな。だな。じゃあ、もう一回さ、さっきは見に行けへんかった、名もなき街を見に行こうぜ。クラムさん二人も連れてきた。欲張りやな。双子のブルートだよ。プライドさんが見限ったやつ。本当や、もう悲観とおかっぱや。プライドさん、ちゃっかりもう選手に3人乗り換えるから。そうやで、こっちだって3500あるんだけど。多分二人合わせてもそっちより低いよ、こいつら。入り口この辺だと思うね。どうする、あの巨像が動いたら。マジかよ、嫌だ。嫌だじゃないよ。動いたらもう終わりだよ。セペルのあの寝袋で起き上がるしかないよ。すごいね。なんもなき街。叱らぬ。あんま森とかなかったもんね。なかった。あんま森を抜けて入るのか。どうしたらいい？一気に暗くなったんだけど。どうしたらいい？これ。来たよ、ほら。近づいてごらん。なんもなき街だ。来たね。そしてレベルは。これ、なんもなき街じゃないって、絶対。なんもなき街ですよ。この元ならではのね。見て。何？よーく見たら、キンスカージじゃない？ほんまや。この剣を立てて、腕組んでるところ。キンスカージだ。相当キンスカージ好きが作ったと思った。僕らの知ってる、なんもなき街じゃない？ほら、ここから見えるのだけでも4体いるって。じゃあ、あれが全部動くんかな？怖えー。東進兵だ、この世の終わりだ。うわ、あれ、これ倒すのどうしたらいいんやろ。